ケネニサベケレは、エチオピア出身の陸上選手。男子トラック長距離室内2000メートルの世界、記録保持者。5000メートル及び1万メートルの元世界記録保持者。強い精神力とスピードを持ち、鮮烈なラストスパートで知られる。オリンピック、世界選手権では、圧倒的な強さを見せて優勝を重ね、世界の頂点に君臨し続けていた。2002年は、 世界クロスカントリー選手権を19歳で、ショートとロングを初制覇。囲碁両種目において、史上初の5連覇を達成する。国際千葉駅伝の2区で、最初の 1km を2分28秒で入ると、3km では7分30秒で、結果的に 5km を13分7秒という、驚異的な区間心を出し、男子の最優秀選手に選ばれた。 2003年はオスロで1万メートルに初めて出走しハイレ・ゲブレセラシェを抑えて優勝した。2004年は短期間に5000メートルと1万メートルの世界記録を更新した。アテネオリンピックでは1万メートルでは残り4周からロングスパートを仕掛け唯一ついてきた同じエチオピア出身のシレシシヒネに対してもラスト400メートルでさらにスパートをかけて 引き離し、初の金メダルを獲得。しかし2巻を期待されていた5000メートルでは、スローペースとなり、ラスト200メートルでスパートを仕掛けたものの、ラスト100メートルで本来、中距離走を専門とするヒシャム・エルゲルージのラストスパートに競り負けて、銀メダルに終わった。2005年は、ブリュッセルのバンダム記念で再び1万メートルの世界記録を更新した。2006年は、 ゴールデンリーグの全勝ボーナスであるジャックポットを狙ったが6戦5勝に終わった。2007年はバーミンガムで室内2000メートルの世界記録を樹立した。6連覇を狙った世界クロスカントリー選手権では腹板で途中危険に終わった。世界選手権1万メートルでも不調ながらもライバルの揺さぶりに耐え続け、最後は圧倒的なスパートで駆け抜けて優勝。 2008年はバーミンガムで室内2マイルの世界記録を樹立し、エディンバラ世界クロスカントリー選手権でも序盤のアクシデントで戦闘から大幅に遅れながらも追いつき優勝した。北京オリンピックでは5000メートルと1万メートルを共に制し、母国の先達ミルツイフターが1980年、モスクワオリンピックで達成して以来となる男子長距離2巻に輝いた。 2009年はベルリン世界陸上にて1万メートルで4連覇を達成した。2010年は長年のキャリアによる金属疲労からか、ふくらはぎの故障のため今のところ世界、クロスカントリー選手権をはじめとするほとんどの試合を欠場している。2011年、韓国で行われたテグ世界陸上選手権の1万メートルにエチオピア代表として出場した。 直前まで故障が感知しなかったため、練習不足かつ、エチオピア選手権を含む試合に、全く出場しないまま、ワイルドカードで世界選手権に臨んだものの、危険という結果に終わった。しかしその危険からわずか2週間ほど後、ダイヤモンドリーグブリュッセル大会に、出場26分43秒16という2011年最高記録で、 優勝するという奇跡的なカムバックを見せた。2012年、アイルランドで行われた、グレート・アイルランドランの1 0トルに出場、序盤から先頭を譲らず、クレーグ・モットラムが2005年に樹立した、コースレコードを40秒近く上回る27分49秒で優勝した。同年のロンドンオリンピックでは、1万メートルのみに絞って3連覇を目指したものの、 モハメド・ファラー、ゲーレン・ラップ、弟のタリク・ベケレに次ぐ27分32秒の4位に終わった。2013年、ケネニサは、グレート・アイルランドランで2年連続の優勝を飾ると、続く、ハーフマラソンであるグレート・ノースランにおいても、モハメド・ファラーやハイレ・ゲブレセラシェとの激戦を制して1時間0分9秒のタイムで優勝した。2014年、 フルマラソンへの参戦を決め、4月6日のパリマラソンに出場。初マラソンながら2時間05分04秒の大会新記録をマークして優勝した。2019年9月のベルリンマラソンに出場。3 5トル以降に驚異の追い上げを見せ、37歳にして2時間1分41秒という世界歴第2位の記録で優勝した。故障などもあり、 2016年のベルリンマラソン以来の優勝であった。ありがとうございます。